バー鉄則バンド細いが見た目以上に硬い力のみでは脱出不可能であるが稲川先生による見事な技でいとも簡単に脱出できる方法を教わったしかし前回の実践では複数人が必要であるそして取り残された私そこで今回は坂口拓をぐるぐる巻きにし一人で脱出できるかを検証本日の企画はまだ拓ちゃんには伝えてないが一人で脱出にも対応できるのかそれでは行ってみようどうも現代忍者拓ですニンニンピョンピョンということで、はい、今日はねまた稲川先生のベースに来てて、はい、ちょっと俺今日は企画を聞いておりませんので何でしょうか拓ちゃん、はい、前回覚えてます先生のベースで結束バンドから脱出するという方法を YouTube で投稿したじゃないですか、うん、やりましたね先生よく見ますよね、はい、映画で、はい、こうやって逃がさないようにロックかけるんですね、はい、ガッチガチですガッチガチ、うん、こうねちょっと骨盤を開いてもらってもいいですか、はい、ベルトに思いっきりぶつけてもらってもいい、はい、おーしゃおーおーおおえここにねバンってベルトに思いっきりつけるとここが折れたの骨盤衝撃で一番太いやつ一番太い全然違う全然違うじゃないですか、うん、何とかしてみる、はい、あるんですかあるよおたちゃんも履いてるじゃん靴ひも、はい、ちょっとね強めのパラコードとか、はい、ケブラーコードにするとかさちょっと入れてみますそれでしっかりと握ってうおおお切れた硬いんだけどこれで切れるのはあれって結構反響あったんですよあそうなんだそうなんです、で反響あったんですけど、うん、あれって誰かの応援があって成立するもんだったじゃないですかはいはいいやね、うん、あのコメント欄に、はいはい、いやいやこれ応援があったから成立したけれどもじゃあ自分一人では脱出できるのむしろ自分一人でそういった場合に陥った時の脱出方法を教えてほしいっていうのがコメント欄に多かったんですよあそうなんだはいああそれを稲川先生にやってもらうってことね、はい、いやいやあなたにやってもらうと私あなた私だけどあれだよ前回やったと思うけど指抜きもできるし拓ちゃんもそれできるんだよね僕はまた違うやり方違うやり方があるんです、まあ、お見せしましょうかでは坂口拓流をお願いいたします僕はねこうやってね、はあ、親指を外すってと親指をあえ親指を外すはい親指のここを俺外すことができるんですねそれあなただからできる技ですよね誰でもできます親指外しちゃえばいいんですいや外せるか坂口拓にはじゃあ結束バンドは通じないっていうことですよねそうですね指抜きなしで指抜きなし？なしで結束バンドはねけど、うん、痛いんだよね痛いんだよね痛いんだけど、うん、まあやるかやりましょうよだから、うん、だから俺一人でやればいいのねそうですだからまず手を縛る手を縛るのねはいはい足を縛るそして全身ロープで縛られロープでも縛るはい、うん、分かりましたっていう状態から、はい、脱出一人でできるのかを検証してみたいと思います、うん、脱出してるところをですね稲川先生に解説してもらいながら、うん、そうだね退屈だからねそうなんですよ時間かかるからね時間かかりますよね多分かかると稲川先生に解説もしてもらいながら、脱出していただきたいと分かりましたそういった企画でございますじゃあファンタジー委員会として、はい、私をしっかりと縛ってくださいわかりましたでははい行ってみようはいということで縛られてますね縛られましたこのようにロープと結束バンドですね結束バンド腕を縛られ、ね、そしてアラドンペかわいそうに、うん、はいこの状態からねさすがに一人じゃ難しいんじゃないかなと私は踏んでいるんですね結構できますただ結構縛られてね血が止まって始めてるから、はい、早く脱出したいわかりましたで絵的に地味なんで脱出方法を解説していただくために稲川先生をお呼びしたいと思います稲川先生よろしくお願いしますはいお願いします、はい、ガチですガチ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 でだいぶちょっと、はい、ひどいですね先生めちゃくちゃかっこいいじゃないですか先生あいや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 もう今回先生は助けたらダメですからねあはい大丈夫ですだから稲川先生この状態からまず逃げれるもんなんですか、はい、逃げれます一番はやっぱりこの胴の紐をまず体柔らかく使って、はい、いなしていくっていうのが一番大事なポイントでその後に本当は特殊ツールがあるんですけど多分たくさんのものがどっかで隠してると思うあ前回はあの靴紐やったんですはい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 ケブラーでドンペンですからねまさかドンペンにそのケブラーの紐を隠すことできませんから、ね、そうですね、はい、どっかにあると踏んでます自分もいつもどっかに隠してるんではいはいはいありますあやっぱりそうですか、はい、ちょっとじゃあそこをあの試して先生、はい、そのロープはあれですか力技でガーッてやってもあ無理です無理ですこれラペスするときあの
バーンって先行突入する時のロープなんで、はいはい、その力とかなんとかじゃなんとかいなしてたくさんのこの本領発揮が見れると、こういう時に肩甲骨の柔軟さとか、そうですね、身体操作がいるわけなんですね。タクチャンネル。あ、お疲れ様です。すいません、この記録に残しとこうと。ウィーバーの事務所が開設しました。ウィーバー株式会社ウィーバーに私、はい、移籍しました。ウィーバーよっよっ。1月1日よりウィーバー一社提供で始まったこの映画制作、撮影3日前、なんと俺の車が高速道路で大破、そして撮影初日中止になり、制作費が一気にぶっ飛びました。全員ばらし、はい、相当な金額になるよ太田。初日から、はい、太田プロデューサー、はい、大赤字になっちゃうから、はい、そうですね。そして極めつけは坂口拓顔面崩壊、主役病院直行、波乱続きな映画制作、この裏側を皆様にお届けしたいと思います。こうご期待。ウィーバーではたくさん、はい、まずこういう時はパニックにならずに何からこう制していくかっていうのを頭の中で整理して考えるということですね。一番やっぱ呼吸ですよね。呼吸ってことですよね、はい、だんだん手が白くなってきてますもんね、はい、もうだいぶもう来ちゃってるんで、こんな食い込んでますからね、はい、そうですね、かわいそうなので、ね、一応スタートにしたいと思います、はい、スタート。この肩甲骨で今動かしてるわけです、ね、ここ、はい、そうするとだんだん、あ、落ちてくるわけです、ね、そうですこれガチガチ、本当だ本当だ、落ちますね、はい、それ今肩甲骨を回したことによって、はい、肩甲骨だけじゃなくて全身ウェーブをたくさん今使ってます、ね、はい、このロープですよ、これですから逆反りしないロープですから、ね、結構きついです、はいはいはい、なるほど、そこで、はい、どこにこの、おっと、あなるほど、そうですか、たくさん、はい、なるほど、ケブラを隠してたわけですね、そこでいつもそうですか、ケブラを、はい、ここによくありますね、はい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 、おしゃれに縛ってるなと思ってたんですよ、ありがとうございます、はい、それをよいしょ、引っ掛けるわけですね、そうですね、はい、いや、やっぱり足なんですね。そうですね。動きがいい方が。はい。それでこれケブラーでこの結束バンドを燃やすっていう感じになる。溶かします。はい。溶かします。はい。はい。はい。溶けました。ありがとうございます。ちょっと待ってください。溶けたやつを見せてください。はい、溶け切ってます。はい。あ、じゃあ次引きますね。ね、はい、はい。そんなタイムトライアルじゃないですからね。タイムトライアルじゃないんですね。で先生、次これ何やってる？次は最後、はい、靴にですね、はい、このはめまして、はい、もう引っ張ってこう削らないと切らないといけないので、はい、このドンペン君のちょうどこの可愛いところに一つはめまして、はい、引っ張って同じような方法で焼き切るんです。これももう焼き切れてる、うん、意外とあれですね、これ急ごうと思ったら結構早くできる、早い、そうです ね、なんかそういうのを危険予知っていう形でトレーニングするもんなんですか？します、これは相当なんです。実はたくさんと結構やりましたよ、ね、体ももっと広くして、はいはい、ちょっと体験していただいて、そういう練習があるんですね。あ、はい、で今こうやってそうす、ロック右足して左足ロックしたんで、ロックしてはいはい、はい、焼き切れました、はい、ばっかでございます。あ、そうですね、これここはちょっと痛いですよね、はい、痛いですね、ちょっと苦しいと思うんで、そしたら先生あれですね、本当ミリタリーではこういった脱出方法を日々訓練、エスケープって自分たちは呼ぶんですけど、はい、なんかいつもほら攻めるだけじゃないので、逆にやられて拉致されてどっかに連れていかれた時に脱出するような、うん、リボンの時に相当やりましたよね、はい、でこれはもちろん教えれないですけど、エスケープするために持ってるわけじゃ本当はございませんけど、ね、そうですね、いろんな技があるんですけど、はい、もしかして先生これも武器になるんですか？これはもう最強の、これ最強の、自分の中でも最強の武器、これみんなね脱出するために持ってるわけじゃないですね、僕は、はい、
これは暗記のために持ってるんですね。そうですね、これで内部をデザインしたりとか、はい、何でもできるんですね、脱出するために全部に使えるようになってます、はい、それをヘアバンドとしてたくさんは、たくさんは、俺はちょっと違う他のところにも自分はあれするんですけど、たくさんは髪留めで、髪留めで使います、使ってるっていう、はい、じゃあ戦撃者は髪に隠し、うん、はい、戦闘者はまあ靴紐であったりとか、あったり、そうですね、本当は靴紐であったり、はい、ベルトの裏であったりバングラ、いろんなところに隠してるわけですね、はい、金属ではないので、うん、そうやって万が一のを想定して常日頃おられると、はいはい、いい俳優ですよね、あなた。まあだけどこれは使えるんで、身を守るためにね。これ身を守るためですよね。そうです、はあ、はあ、こんなの持ってたと別に怒られはしないから、ただ紐ですから。そうですね、はい、どう使うかで変わってくる、はい、変わってくる。この技はやばいのよ。これはね、さすがにタクチャンネルではねできないですね、できないです。これはえげつない、はい、この技は、はあ、はあはあ、用途はじゃあもうこの YouTube では投稿しないようにします。そうですね、はい、これは無理です。無理ですね。先生が半端ないって言ってるくらいだから相当やばいでしょ。映さない状態で大谷にちょっとだけやってあげようか。いいです、いいです。いい、二度と取れなくなる。二度と取れなくなる。本当ちょっとだけいい、ちょっとだけその気持ちだけ、はい、気持ちだけ取らずに、うん、それやって視聴者の人に、あのこれはやばいですっていうのをお伝えだけした。手首で一回、手首でやってみたら。手首で、あ、先生ちょっと、はい、やってみましょう。手首でやってみる。映さないように。映さないように。じゃあタクちゃんの顔だけ映してみる。そうですね。じゃあ先生、あの太田にお願いいたします。はい。あかった。先生これ。こっちも、はい、もういいですよ。ちょっとして。太田さん何がありました今。あかん。あかん。やばくないですか。いや、やばいですね。先生、今カメラは坂口を捉えてたんですよ、ね、はい、だからそこ先生むしろ本当にやる必要なかったんですよ。あ、本当ですか。いや、ファンタジー委員会としてちゃんとガチでそこはやらないと、ちょっとちょっとやばいですよね。やばいです、やばいでしょ。むしろ映しといてくれ、くれ俺あの、うん、手首抜けたかと思って、うん、手首取れたと思って、うん、いや、先生めっちゃ笑ってるじゃないですか。本当すいません、ツボに入ってるじゃん。抜けちゃうかなってちょっと思ったんですけど、ね、やって思いましたよね。いや、ちょっと抜けちゃうかなと。俺もすいません、ちょっとそこまでかける必要なかったんじゃないかなってぐらいやばい感じだったから、はい、そうそうそう、いくらファンタジー委員会でも、はい、ね、来ていい時と悪い時ってあるから、はい、それは本当に気をつけた方がいい。あんただわ、あんたが振ったんだわ。このチャンネルがね、いいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いします。はいはい、します。そしてチャンネル登録よろしく。ウィーバー。